皆さんこんばんは。安本宏きです。アーカイブ限定のおまけ意き込みパートになります。今回はフレッシュな若手ゲストセールスマン。本当に、あの、前回もね、フレッシュだったんですけど、もっとフレッシュです。えー、若手セールスマン、若虫が来てくれてます。では、ここでメールいきましょう。えー、こちら、えー、田中さん。すごいな。名字だっけ。 えー、突然ですが私は美容整形をしています、えー、顔の骨も切っているし目も鼻も目も全て整形しています今付き合っている彼氏がいるのですが、えー、整形のことは伝えていません、えー、結婚の話まで出ており整形の話は墓まで持っていくかカミングアウトするかとても悩んでいますもし安本さんが彼女に整形をカミングアウトされたら嫌いになって別れてしまいますかちなみに顔の骨を切った時に骨にチタンプレートで固定しているあそうなんだ骨をチタンプレートで固定しているので私が死んで火葬されれば骨としてにプレート 残ります、えー、結婚して死ぬまで秘密にしたとしてバレるなら仮装後のタイミングかと思います。なるほどな。まあ言いたくてそういうふうに自分で気になっちゃってんだったら言ってみてもいいし、俺自身は仮に彼女さんが言いましたって言ってきても、ああそうなんだ、自分的にいいんだったらいいんじゃないっていうぐらいかな。ただあの自分と付きあってからもう止まらない、正規すると止まらなくなる人っているじゃない。自分と付き合 てからもさらにガン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 行こうとしたらそれはちょっとやめてくれって言うかもしれないけどあの付き合うまでにそのねあの席をなさってる場合は俺は気にしねえかなだってこれって本自分がコンプレックスをそれで少しでも解消できて前向いて歩けるんだったら俺は全然いいと思うけどな俺自身はカミングアウトすると全く気にしないでなんだチタンプレートがね残るっていうのも残ったとてじゃない それはだから何だって話だし全然気にしないがいいくていいと思うし俺自身は気にしないけどねで自分が言わないでいるのモヤ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 するんだったら俺は言っちゃってもいいんじゃねえかなと思うけどなそれでそれが原因でもうやだっていうような人だったら違うことでもやだってなると思うよそんな気がするあなた自身をちゃんと受け入れてねえと思うから、うん、気にしなくていいと思いますよ はいこういうメールもね先週と違って全然 <laughs> カラーも違いますがこういうメールも読んでいきますのでたくさん皆さんメール送ってくださいそれでは安本裕樹の笑われるセールスマン本編お楽しみください安本裕樹の笑われるセールスマンかっこかりかっこかり 皆さんこんばんは安本宏きですこの番組は話題のアニメやゲーム声優特撮に関する様々な情報トピックスを紹介したり関連する声優や関係者の方々をゲストにお迎えしながら様々な A&G コンテンツの魅力情報を伝えていくトークバラエティ番組です、えー、今回は若手若手も若手ピュアピュアなゲストセールスマンが来てくれています逆に緊張するかもしれませんねじゃあちょっとメールいきましょうこちらえー安本さんはあっ椎名さんね えー、安本さん、こんばんは、えー、毎週楽しみに配置しております先日、えー、アドリブの DVD 購入者特典先行チケットの当落発表があり,ありましたね9月18日に昼公演に参戦できることになりましたおおおめでとう、えー、昨年の公演は DVD で拝見してプルティーな安本さんにメロメロになりましたんどどうだだ一瞬だけどな <laughs>、えー、ラジオやバラエティとはまた違ったお芝居している安本さんのお姿そして江口さんや速水さんとの掛け合いもとても楽しみにしていますと。まあ 僕もおっかないですからねアドリブに行けることを楽しみに暑い夏を乗り切ろうと思います安松さんのも夏バテや熱中症などお気をつけくださいねとそうなんですよアドリブが近づいてまいりました、えー、昨年に引き続きまして本年も私、ね、参加させていただきますがどうなることやらでもまあ、あのー、江口さんはキャッチャーなんでそ向こうから仕掛けるというよりもこっちが仕掛けたものを乗っかってねえって言うと思うし言わせようと思ってますけど速水さんは 皆さんにとって早見翔さんというのはもうレジェンド声優ですけどあのちゃんとした大人と思ってらっしゃいますか <laughs> 違いますすよあの人は陽気なおじさんです <laughs> だかから絶対なんんしてくると思うんで,すよでなんかまあ僕と早見さん結構関係値としてはいろんなイベントとかでも一緒だしもう冗談言いやぐらいの中にはなってるんで,朝までなぜも何とかさばいてみるみたいな球がね飛んでくると思うんですよねそれは正直ビビってますが頑張りたいと思いますはい皆さんも楽しみにして,てくださいもう一個いこうか、はい、こちら 神、えーえー、尾さん、安本さんこんばんは「スイート1 0百景録」のアニメ PV を拝見しましたありがとう安本さんがナレーションをやられていますね、そうなんですよ、えー「スイート1 0百景録」は事前登録の時から楽しみだったので世界観もよくストーリーも感情移入しています、うん、いいね、あれね。えー、今絶賛ちり中あ 文帳名の話を進めている最中ですと、えー、すおすすめは舞台を建設してみてほしいです、うん、舞台を建設してみてほしいですそこで聴ける音楽が素敵でめっちゃリピートしていますそうなんですよこれまあアプリゲームでスイート 100K6 っていうのがあってちょっとね雰囲気的にあの今流行ってるような感じのものじゃないんですよものまづくり街づくりみたいなことをしたりするんですけどそれがちょっと水墨画っぽい色だったりとかねあの絵面がすごくで、ね、独特ですごく綺麗で僕自身もナレーション読んでて楽しかったんですけど、まあ、PV もありますしねゲームの こちらを見ていただければいいなと思います、うん、中国の雰囲気がすごく全館全開で出ててそこもねすごい素敵なんですよ、ね、僕個人的に中国のああいう感じすごく好きだからぜひ、うん、皆さんも遊んでいただけたらなと思うし出でございますじゃあこんな感じで最後までお付き合いよろしくお願いします安本裕樹の笑われるセールスマンかっこ,かりこの番組は虹スタ月経館の提供でお送りします 安本ひろきの笑われるセールスマンかっこかり）改めまして安本ひろきですそしてゲストセールスマンはこちらのおかっぱはい皆さんこんばんは大鈴子おきですよろしくお願いします、えー、我々はですね青足という作品でご一緒しておりますそう、はい、ですね今日は青足のセールスを思いっきりしていただきますはいもうたくさんさせていただきたいと思いますお願いいたしますよはいリムスの期待の新人といやいやいや 新人って言ったって何年目ですか？今事務所入ってからだと三年目に入りました。新人ですね。<laughs> あの正正統なルールで新人ですね。<laughs> <laughs> ちゃんと。えレギュラーは初めてなの？はい、レギュラー初めてです。すげえな。それでこれか超すげえな。いや本当ありがたいですね。ちなみに文化放送に来たのは？はえっとまあ何回かあるんですけど、三回目か四回目ぐらいですかね。でもこうやってちゃんとこうゲストとしてちゃんとお話させていただくのは。うん 文化放送では多分初めてなのでららららら。 ちょっともう若干緊張してるんですけど。そうは見えないんだよ。まずさ、俺大塚君と一緒に NHK のさ、ジェディングタイム出た時もさ、俺の方が緊張して大塚君全く緊張しなくて、俺びっくりして。マジかよ。そんなことないんですけど、あのうちのマネージャーさんが、あの安本さんが Twitter で大塚君すげえなみたいなのを言ってくれくださってたのを写真送ってきてくださって、安本さん褒めてくれてたよ。いや全然物落じしないし、いや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 、俺はミューズミシェルさんがたまにたま あの変なあれ玉投げてくるからそれをキャッチしなきゃいけなくていろんな仕事があっんたけど。<laughs> <laughs> でも楽しかったね楽しかったですね。なかということで「青安」という作品をやってるからこそそういうこともできますがさあこの番組ね月桂館さんからお酒が届いてるんです月桂館雑誌をってまず乾杯しましょうおお酒を飲めるかいあんまり経験はない二十歳になったタイミングで飲み会とかがあんまできなかったのでそっかコのなそうんですよそんなに機会はないんですけどじゃあ今日はゆっくり味わってくださいい飲飲むむんんじゃねえだよゆっくりのが一番い。 あ音がいいねああいいですねでは本日もよろしくお願いしますよろしくお願いします乾杯,乾杯うめえ今日はザ・ショットツヤめくリッチ本醸造を手にトークしていきますここで月経館より好きを楽しむをテーマにあなたの好きな時間や趣味と一緒に楽しめる日本酒ザ・シャットの紹介です、はい、中でも今週はシリーズ全4種のうちの1つ金のラベルのツヤめくリッチ本醸造をご紹介こちらはバナナやマンゴーのような甘く強めく香りと果実味あふれる濃厚なテイストの日本酒です はい、でも飲みよいからねそうですねすごい爽やかな感じがいえ続いてここからミニコーナー「笑わされたクエッション」「月経館 t h e s h o の「好きを楽しむ」というテーマにちなんだ質問に一つお答えいただきます、はい、あのですねもうベタになっちゃうんですけどまだ大須くんのことは知らん人も多いと思うん、ね、です、ね、だどういう人なのかということを知りたいから、はい、趣味を聞いていいかいてか趣味あなたの趣味は何す。まあいくつかあるんですけどご趣味はって言われると何と <laughs> まあでも一個目に大体言うのは落語見るのが好きで結構<ー>、はいあの結構。 独演会だだっったたりり寄せだったりとかに<ー>まあ人で推しはいるの推し、まあ、でもすごいベタなんですけど、うん、よく独演会とかまで行くのは林家た <laughs> い平、はい、さんとか春風亭一之輔さんとかね。はい、俺らの時は志の輔さんがすげえんか流行ったって言い方嫌なんだけど、はい、ものすごいって噂になると楽そんなに造形ないんだけど。はい 実際見に行って衝撃を受けた記憶があるんだよなセンスの使い方一つとってさ、はい、本当に見えるじゃない,い本当にそうなんですよ篠介さんのセンスはすげえって聞いたことあるからそれを注意してみようと思ったけど話、はい、の中に自然に出てくるもんだから 意識も何もせずにそれを受け止めててあトータルでゲイなんだと思ってめちゃくちゃ感動した記憶が本当にそうですよね言葉だけじゃなくてわうわう入ってるからさわワわって結構やるなら落語あそうなんですねたまになんかいい時間にやってると見ちゃうんだけどすげえねでも落語か若いのにいいねそうなんですよなんかもともと父親とかに父ちゃんえっとまあそうですね飛行機で毎年夏に沖縄に祖母が住んでおじちゃんおばあちゃんが住んでて今東京にいるんですけど あの小学生ぐらいの時に毎年飛行機でこの耳イヤホンさすのがあるじゃないですかあれでなんか落語聞いててすげえなそれはなんでか本当わからないんですけどなんか聞いててそれをこう毎年見てた父親があ「じゃあちょっと行く」みたいな感じでいろいろ連れてって。 くださ、先生てくれて、それできっかけですね。なるほど、おもろいな。でも、そういうちっちゃい頃から芸事にはじゃ触れていたんですね。まあ、一応、そうですね。まあ、喋りは喋りも声優になるとはね。その後に。そう、まあ、共通する部分もやっぱり。まあ、まあ、芝居という意味では。あるからね。はい。ああ、でも、そんな、いいですね。その感覚がそういうとこは研ぎ澄まされていたのかもしれませんが。そのあなたの感覚が全開に発揮されてるアニメ。なんですか。あなたが今試合こやってる作品は。青足ですね。 前に、ね、大鈴さんの事務所の先輩でも、安田拓ちゃんも来て、はい、ーわしのセールスをしてくれました。はい、拝聴させていただきました。うん、私はあの、とかしょうしなんで嬉しかったんですけど。とかじいいですね、うん。ちょっとね、足とはね、はい、まあ、進んでいけばみんな分かるんですけど、はな、うん、ちゃいな扱いがひどくなるんですよ。<laughs> そこが下せ年生そこはまあ、じゃん世界一可愛い。いや、本当に。世界一でもよね。今このクールでやってるアニメの中で、俺はもう世界一だと思う。異世界とかも飛び越えて。飛び越えて、転生しても世界一だと思う。それぐらいいい子じゃない。いや、本当にそうなんですよ。だしとはちょっと気づ。 かない,いですよね。そういうね、そう合わせでございますが、<laughs> はいえー、今回おおずの魅力はもちろん絶賛盛り上がり中の第二クールについても話していただきたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。まず合わせた何かを簡単に説明します。はいえー、原作は現在週刊ビックコミックスピリッツにて連載中、発行部数は1100万部を超える大人気サッカー漫画でございます。<ー>まああらすじの方は<い>じゃあおおずに行ってもらいましょう。はい、えー。弱小サッカー部のエースだった主人公青い足とは中学最後の大会で負けた日ある男と出会う。 彼は J リーグ有数のクラブ東京シティエスペリオン FC で高校生年代を育成するユースチームの監督だった荒削りだがある特別な才能を持つ葦トに可能性を感じユースのセレクションを受けるよう誘う愛媛からね状況を決意する葦トだったが、うん、という感じですね、はい、ちなみに愛媛にはあの縁という借りはあるんですか、はい、縁とゆかりは一切なかったんですが <laughs> すごい、ね、じゃあ本源はな <laughs> なかったんですがでも収録の前に1週間ぐらい1人で。 行かかせていただいたただとでもあのまあ福島淳さんっていうね「はい、あのアートビジョン」のタレントさんが方言指導で入ってくれてやってるけどじゃあオーディションの時って当然方言指導ないじゃん。はい、<laughs> そそううなんででですよイマジナリー愛媛弁勝負しこれは本当にもちろんオーディションの原稿の時から「なんとかや」とかもうちゃんと方言のセリフがいっぱい入ってたのでこれどうしようかなと思ったんですけどもう自分の思うい弁でもう今考えたら本当に変なアクセントイントネーションなんですけど。 やってでテープ通ったのでスタジオでもそれでやらせていただいてただそしたら音響監督の畑さんに「うん、ちょっとじ一回その変なイントネーション消してもらっていいて方言じゃなくて標準語でやってもらっていいあんま耳に入ってこないからさ」みたいに言われて、ね、でも僕はその変な方言でしか練習してなかったので <laughs> 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 その標準語にするっていう作業をしてきてなくて「すそうなんですよじゃあ本番いきます」って言われても抜けなかったんですねその変なのが。 だから本番だから本当はダメだと思うんですけどちょっとこう変な方言出ちゃったところをもう一回言い直して標準語に何回かやらせていただいたりして。 あの絶対落ちたって思って。分かんない。そういう共メンタルもまとめてみたのかもしれない。なのですかね。あのやっぱ強いぞ。いや実際大塚めっちゃ強いと思ういやありがたいですそれは。おもしろいしいつもニゴニゴしてるし。すげえなと思いますよ。だって初レギュラーでしょ。そうです。信じられない。ろんな方から言っていただくことあるんですけど、でも本当にその周りの役者さんたちがすごい素敵なマスタックさんもそうなんですけど、すごいこう伸び伸びやらせていただけるからこそだと。 みんなすごいけど比較的若手が多いからね若手が多い中でみんなしかもばっち今なんだろうな現役感強めな若手が多いからその中でちゃんと個性を出せてるのは大したもんだと思いますがとうございます坂口大輔さんと稲田哲さんと僕と小林千佳さんはおじさん軍おじさんコーチ軍としてどっしり構えてくださってるから監督コーチたちが。 おじさんコーチ君としてニコニコしながら若手を見ておりますが見守ってくださってますその鈴君が演じた大やすとこちらはどういったキャラクターでございましょうはい、はい、えっとまあじゃあ一回こちらポジションは天才フォワード、ねえー、自称全盛期ロナウドの生まれ変わりまだ死んでないんですか、ね、<laughs> <laughs> よく言うんですねいろんな選手の生まれ変わりってで愛媛で福田と出会い、はい、エスペリオンユースの扉を叩きましたと自信家で裏表のない性格なんですが、まあ、短気なのがちょっとたまに傷だとそうですね でサッカーの技術に関しては荒削りなんですけど、うん、持ち前の負けん気の強さ、うん、そして天性の視野で可能性を切り開いていくと。はい、でまあモサモサ頭がバルデラマと言われてましたけど、そうですね。すごい特徴的っていうキャラクターですね。バルデラマ知ってます？コロンビアの英雄です。調べました。全くドリブルしないんすよ。あ、<laughs> そうなんですか？全然走んでるんですよ。 真ん中でちらまあ言うやな言い方だとチンタラチンタラしてるんです。ただ恐ろしいほどパスの精度が高いんですよ。じゃそのミッドフィルダーというか、いわゆる十番今もう絶滅したタイプの十番。頭ボツ操作で本当。そうですすごかったですね頭は。その時コロンビアにアスプリージャって選手がいてめちゃくちゃ足が速くてそこにスパーンってパスを通すのが気持ちが良かったんですよ。その二人いたら勝てちゃうみたいな。これ以上すると話がこの辺にさせていただきますが。 青い脚とはおもろしいようなこの天性の視野っていうのを最後言いましたけどここ皆さん忘れないいでくださアーシスト演じるみたいな方言っていうのは当然いろいろあったと思うけどなんかディレクションとかさ最初に来た時にまあオーディション通りましたアフレコに来ました演じましたどんなこと言われた畑さんさんにまず監督の佐藤さんからは最初にその1話目の収録の時にオーディションでやってもらったものをもう そのまんまん気負わずにやってくれればもうそれがもうおすぐ君シトだからっていうふうに言っていただいてだからこうあんまり深く考えずにやってるっていう部分とあとタさんからはえっとまあその最初にやった前向きさポジティブさみたいなのをすごい意識していたのでその部分に加えてちょっとこうアシトの持ってるエゴの部分とか荒々しさみたいな部分もっとこう。 なんですか,かっこよくならなくていいからっていうふうに言っていただいてうん、うん、そういうちょっと泥臭い部分もすごい意識しながらやってました初期の方はものすごいであのエゴイストってい,いうかもうただ単に自分勝手だもん、ね、そうなんですよね。うん だからまあ人からしたらちょっとイラッとくるかもしれないようなキャラクターなんですけども小さなお山の大将だからねそうですねで,<名>でち,ゃんちゃんとちゃんと挫折してそ,そのちゃんと挫折があるから始まるからなんだよねそうなんですよ、ね、それももろもろ込みでねあの福田という監督がね小林千さんがやってるのがいいんだけど、はい、怖いねすごいよねいもうあの人何なんだろうね預言者みたいだよね先に進めば進むほど怖くなりますよねそれ、ね、れにねあるる意味であの振り回される のぞみちゃんという。私、<laughs> <う>私がやってます。愛すべきもう、だから。最初はのぞみコーチ怖くて、福田監督すごい、うん、お気楽な優しい監督だと思ってたらもう。うね、逆転していくんですよね、いつの間にか。で、まあ、われ結構アフレコ進んでんですけど。はい、結構ね、後半戦の方で、のぞみちゃん頑張りますよ。いや、本当にそうなんですよ。自分でセリフを言ってて、感動しました。<laughs> <laughs> のぞみちゃんって。のぞみコーチかっこいいんですよ。言ったな、のぞみちゃんと思って。<laughs> <laughs> あんまり、ね、こう深くを言うタイプではない、ね、結構胸の中でっていうタイプなんですけど。 言ってくれるんですよねでもそれをねアシロとかもちゃんと反応してくれるのも嬉しいですけどさあそんな第一クール今第二クールもやってるんですけど第一クールではユースの入団試験とユースでの生活まあキャラクターたちの顔見せ的な要素も強かったですねまあいろんなね個性豊かなキャラクターねそれもみんなすごいすごい個性豊かなやつらがやますけどリーゼンと二人いますからね確かに第二クールここで人生最大の天気ですよこれはだって俺漫画読んでたけど全く想像しなかったですよねこれはもう放送されたから言っちゃいますけど サイドバックにコンバート。ありえないですよねなかなかびっくりした俺バカりっ <laughs> 嘘でしょとしかも絶対にフォワードに戻さないて宣言されるじゃないそうなんですよやべえこれとって根拠もこと細かに説明されて、うん もうダメなんだってこっちまで絶望させられるんですよね,ねでもそこから食い這い上がったりとかあと母親の愛とかね、うん、そうなんですよあとお前が無限にする花ちゃん無限には <laughs> してないそんなつもりはないわ <laughs>、まあ、しとも精一杯なんですよいっぱいいっぱいねそういっぱいいっぱいなんです、うん、あんなちゃんとか他の女の子たちをみんななんかなんかもうその気にさせやがって悪い奴ですよ <laughs> そんなとこだけ主人公感出しやがってもう <laughs> でも,でもその、ね、あの一見サブに見えるような、ね、女性陣も、ね、素晴らしいんですよ、すよお母ちゃんもいいしね、うん、花ちゃん、漫奈ちゃんもみんないい、ぜひ<ん>ね、そういうところにも注目しながら見ていただきたいと思います 2>、はい、それ第2クール、そこから絶望した葦人がどう立ち上がっていくからんでね、ねねそうなんですよ、ねまあ、本当にここからが青橋の始まりと言っても大激圧展開で本当にそうなんですよ。何回泣いてか俺結構普通に視聴者として見てて泣いてるんだよな。<laughs> 僕もです。ね。ぜひ皆さんにも見ていただきたいんですけど。ぜひぜひ。そうそう。前ね阿久あのやしろが来た時に、大卒くんでどんな子よどう思うみたいな話をしたんですよ。で阿久トやってる時の大卒はすごく輝いて見えると。いう風にねあのやしろちゃんまあ先輩ですよね。いやもう先輩です。たくパイセンがおっしゃってたんですけど、あなたにとってたくパイセンどんな人ですか。いやもう本当にやしろさんがうちの事務所の先輩でよかったなっていろんなところで思うぐらい。 人柄がまずすてですぎて周りを見れてるし気を使えるしすごいですよねんかもう真面目なんだよとにかく本当にだからこそ不良やってるじゃないそうですねでも人がいい不良じゃない完璧なんだよ根の優しさが出てますよねシ代さんの持つ。 いいや本当にに先輩ななんんでですよろところで気にかけててくれアドバイスはあでもえっと先輩からの受け売りなんだけどっていうふうに言われたんですけどうん、うん、座長だからってこう変に気負わなくていいんだよって座長だから何だからってできること別にないんだからこうただ真ん中のマイクでもう自分のやりたいお芝居をやってくれればそれで周り力もらえるし俺たちも支えるから。 もう好きなようにやりなって言っていただいて。ワンチームじゃない。ですか <laughs> 素晴らしいじゃないですかそう。僕もこれは後輩にいつか言いたいなって思いました。このセリフ。そうね、あのしかも、はたさんがね、あの音響監督の。ほうぞきの例ですとか、いろんな作品のせいになってるんだけど。はい、あの方はね、なんじなんつうんだろうな、緊張を見抜く能力がすごい方だから。<laughs> 俺とかがかかってんなと思ったら、やそと君って言えるし、ぱって言ってくれるし。じゃあ、大里君にも多分、あの。 一回方言抜けてっていうのも、はい、あの考え込みすぎるなってことで多分言ったんだと思いますあそうだと思いますね、うん、確かにだからみんな若手が伸び伸びとしているからこそね、うん、試合のシーンとかすげえのよそうなんですよね,、うん、ね熱いもろもろ見ていただきたいなと思いますよいさあ、わしのお話をさせていただいておりますがまあこちらの最後エアオアシこの作品の魅力を改めてセールしてもらっていいかいわ、はい、かりました ままず青橋熱いシーンもめちゃめちちゃゃあります、うんはい、サッカーの試合中も試合中以外もそうなんですけどぶ、ね、ぶつつかかっったりりすするしねね<が>チームメイトも、ね、結構ぶつかり合ってます、うん、でもそれを壁を乗り越えた時の爽快感はもうとてつもないので、うん、もうめちゃめちゃ気持ちよくなれる作品ですしあとこう人間ドラマというかまあ母ちゃんの話だったりとかチームメイト、まあ、花との話だったりとかそういうこう人間の機微みたいなところもすごく丁寧に描いてくださっていて。 そのどちらもすごく魅力な作品なので何か夢や目標がある人はその背中を押してくれると思いますしそういうものがまだ見つかってない人のこうそれを見つける手助けにもなる作品だと思いますので。 ぜひ見ていただけたら嬉しいです。コメント力が信じまないす。ごい大物ですよ。いやどうもありがとうございます。ありがとうございます。アニメは社現在放送配信中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では顧客リスナーの皆さんからメールもたくさん届いておらます。吉野社、リクサさん、あおし松島一緒見てますよと。特に印象に残っている会話第十三話です。ディフェンダーへの転向という事態を飲み込めず動転している明日が激昂し、福田監督に爪より声を震わせ フル厚でスガルシーン、そうなんだよな、ファーデやりたかったんだよな、な見ているこちらも息を飲むような緊張感があり祈るような気持ちで画面を見ていました。えー、今後の明日の成長はもちろん、伊達ヘッドコーチドゾミちゃんですね、うんえー。をはじめとする指導者側の人たちの思いにも注目しながら、<laughs> 一応一応大切に見ていきたいと見ていきたいと思います。ありがとうございます。素晴らしい、そうなんですよ。コーチ陣の思いも見てください。みんなね頑張ってんだよ。本当 <laughs> なんですよ。次、えー、続きまして淳司さん、はいえー。先日14話を見た時にはチームメートの優しさ、伊達コーチの 花ちゃんのご飯までどうにかこらえていましたが、うん、ここです最後に明日のお母さんで累戦崩壊しましたあサッカーの面白さももちろんですが、うん、それぞれのドラマがあって見ていただきないです、うん、花ちゃんのご飯はいつも美味しそうで明日が羨ましくなりますに。 これはね花ちゃんのご飯をね本当大事にしない時があるんですよ許のうういう許せね許せね <laughs> 結構恨みが募ってる感じが <laughs> いやでもそうなんだよね1314は確かにワンセットで見た方が来るもんあるかもな、はい、そうですねここはもういや足と空っぽになっちゃいますからね14話の最初とかはだからフォワードがやりたいのかサッカーがやりたいのかなんだよね、うん、はい フォワーードがが好好ききななののかかサッカ、ね、それでいろいろ自分はフォワードだと思っているけどフォワード以外の自分は頭の中にいなかったけどそれでも進むっていうののきっかけにいろんな人の言葉とかそううあるんで,すよそうなんですよ。しかもサッカーをこう母ちゃんとかの思いを受けて愛媛から上京してきてやめるわけにはいかねえともう俺にはもうこれしかねえんだぐらいに思ってた人に。 母ちゃんがねいい言葉をかけてくれるんですよねのぞみちゃんだって言いたくて言ったんじゃないですか <laughs> そうですね、うん、でもね本当にこれでよかったのかってあの若者たちの気持ちを一番考えてるのはもしかしたらのぞみちゃんかもしれない,、ねうん、いやそうですよね。うん、ぜひねその高知事もみんな頑張ってますから じゃこれちょっと大鈴く本人にちょっとメールなにわのシ川さん。さん、はいえー、大鈴さんといえばまだまだお若いと思うのですが、はい、声優になろうと思ったきっかけに影響を与えたアニメは声優さんといいますかと<ー>なんかアニメ好きだった、はい、アニメはえっとまあ。 そんな深夜アニメとかを見るようになったのは、声優になりたいと思った後でしたね。うんうん、で、きっかけは小学生ぐらいの頃に、うん、あの国語の授業で音読っていうものがあったじゃないですか。あと、音楽の授業で歌があって、そのどっちもすごい好きだったんですね。<laughs> それでど、なんかどっちもできることってあるのかなと思って、調べた時に声優っていう職業を知りまして。うんうん、ただ、まあ、そこからちょっと、その後すぐになりたいって思ったわけではなくて、うん、そこから時が空いて、中学2年生の時に、うん。 まあそこで初めて仲良くなった子たちがいて56人のグループだったんですけどその子たちがすごいアニメが好きなグループだったんですよ。なるほど その子たちの影響で、まあ一番最初に好きになったのはクロコのバスケとラブライブっていう作品なんですけど、わけ、わけ最近だよ、もう十周年です、この間だよ、この間だったぜ、十周年、そうですよ、会場の監督やられてましたねん、わけそうなんでつやつやの監督、つやつやでした、ひげがひげぼぼになったりしまししましたけど、わけマシか、そこがきっかけでしたね、そうか、クロコとラブライブか。 すげえ <laughs> いやだから今 I.G. さんのスポーツモノに来てすごく嬉しいんですだよ <laughs> 純粋に嬉しいそうかね事務所をまあこれはよ日奈れはい日奈れですねなるほど日奈れはもう、うん、地元はどこなの はもう東京でこの辺。じゃあお家から通えたんだね。そうですね。それはあのまあ人によっていろんな意見があるけど、はい、とっても幸せなことですよ。いやそこは恵まれてるなって本当思いますね。うん、も一、ね、年目とか大変だったわけじゃない。えもう本当に仕事なかったですね。うん、な声優って一応所属したけどなんだろうみたいな。そうですね。オーディションだけたまに受けさせていただくみたいな感じです、うん。でもね人生が変わる作品でねひょっこり出会うんですよ。そうなんですねこれ、うん、本当に哀しい。 事務所にに入って1年目の終わりぐらいあ,あそうなんだあと1年所属遅かったらそもそも受けられてなかったみたいなのもあってすごいありがたい運というかそうだ、ね、巡り合わせというかシンデレラボーイですよ <laughs> だって30過ぎてねやっとこさ、ね、あの代表作出会える人もいるし、はい、本当にね作品っていうのはねマジで巡り合わせだからどんだけ才能あっても時が合ってなかったら表に出れないし。はあ 1>, 1個しか武器がなくても時が合ってたらその人は大ブレイクするしなるほど本当に、ね、不思議なもんなんで,でもそれって声優だけじゃないんだけどね、はい、それこそスポーツだってそうだしあーあのホームランが三振しかないやつでもそれが必要なチームがいたりもあったりもするしサッカーだってそうだし、はい、だから、ね、それは時の運というものを味方につけたからこそ表に出てこれだと思うのかったですこれからもどんどんと輝いていただければ。<laughs> 頑張りりまままますすすすすーはは嬉嬉ししししししいいいいででみちちゃんんよろしくお願皆さんメールありがとうございました <laughs> ございまこれからもお待ちしてます Maybe <laughs> 安本裕樹の笑われるセールスマンカッコカリエンディングの時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。えー、おはがきのつたは郵便番号1005の8 0 0文化放送、安本裕樹の笑われるセールスマンカッコカリまで。メールの場合は w s a t m a r k q r n e t までお願いします。そして番組公式ツイッターも稼働中です。ぜひフォローしてください。ツイッターで感想をつぶやくときは推奨ハッシュタグ笑せる。漢字の笑うにカタカナでセルをつけてください。また YouTube20 タチャンネルでのアーカイブ配信もございます。アーカイブ限定の意気込アラー,ーも聞けますのでよろしくお願いします。 というわけで大鈴君ありがとうございましたいやありがとうございましたあっという間でした改めて感想いや告知だね。まず告知をしてくださいはい、えー、テレビアニメ青足 NHK E テレで、はい 午後、あ、土曜日、うん、午後六時二十五分から放送しております。うん、配信も各種いろいろやっておりますので、ぜひ見てください,、はいはい。個人的なツイッターとかやってないの?。僕やってないんです。そうですかはい。まあ、じゃあ、あの、どこかしらからお薦めの情報、皆さん。<laughs> ぜひ探していただいき、集めていただければ。いいなと思いますが。<laughs> よろしくお願いします。こうやってラジオとかでもね、いろいろ今から出て喋ることやるよ。っていう、えー、ちょっと脅そうと思ったら、普通に流暢に喋る。<laughs> いや、そんなことない。ですよすごいよ。そんなことないんですよ。でもね、これからもあわ。 はい大切に演じきって、はい、まあどこまでやれるか分かんないしまあね今第2シリーズやらしてもらってるけどもしかしたらもうその先もあるかもしれないそこら辺ん俺たち何にも分かんないじゃんそうなんですね皆さんの応援があればねあわしの世界も広がっていくと思いますのでぜひ,ぜひ続きまでぜひチェックしてこれからもいっぱい応援していただければ大鈴くんものぞみちゃんも嬉しいですただ本当は花ちゃんは大事にしてくれ <laughs> さあというわけでこの番組の終わりは安本浩喜と大鈴吾きでしたお疲れさまでした 安本裕樹の笑われるセールスマンかっこ,かりこの番組はミジスタ月景館の提供でお送りしました